ただいま。公演、そうなんですよ。今日は山口まで行ってました。公演、花だれ公演にそう出演させていただきました。ま、ありがとう、ありがとう。そう、あのひなさんの卒業公演、3月のね、みっちさんの卒業公演ぶりに花だれ公演を出演させてもらったんですけど、山口県のライジングホールってとこでね。いやー、あの会場私結構好きなんですけど。楽しかったです、公演ありがとうございました。公園空いてたね。I love you、 ありがとう。あの、おきちゃんとの二人の公演、Your My Special はやってたんですけど、公演自体が、まあ、少ないって少なくっても、そう、やってなかった、出てなかったですね。そうですね。久しぶりに。いや、ありがとうございました。なんかここ最近コンサートがずっとあってて、ひなさん卒業コンサート、ドラさんのあのおきちゃんの最後の卒業コンサートで、7周年ツアーとコンサート続きだったんですけど、まあ、コンサートってなると時間が長いじゃないですか。結構な曲数で結構な時間なんですけど、なんか公演がちょっと短く感じて、すごい、あれ？もうちょっとみたいな気持ちになりましたね。返してありがとう。早かったのか、終わるのか。あっという間。メイク、今日はね、メイクして。今日はね、もう本当にシンプルなストレートおろしです。髪の毛が。そう。そしたら、お母さんがあの DMM で見ててさ、あんたストレートいいねって、いつも巻き髪見てたけどストレートいいねって褒めてくれました。そうなんで、ポニテの歌声渋い、ポニテの、あ、難しいよね。いつもどういう声で歌っていくから、ストレートいい、ま、ありがとう。5月もよろしく、5月もよろしく。5月始まったよ、なんてこっただね。5月始まりました。ひー、今日水曜日だったのか。あ、フラワーフェスティバルに出演させていただきます、5月4日。はい。今年も、出演させていただいて、出演できるということで。嬉しい。5月の目標は難しい。5月の目標、まあ、5月は結構本当にたくさん移動が多かったり、あとはまあハードな日が何日か結構あるので、体調崩さない初歩的なこと、本当にマジでね、ちょっと移動疲れしちゃうんですね。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、体調崩しがちなので、ツアーもいっぱいあるので、
ゴールデンウィークだよ。 MV？ あ、アルバムリード曲の？いつでしょうね。でも何気に6月5日発売だからもう1ヶ月ぐらいなんですよ、発売は。ありがとう。周年の兵庫で聞いたけどめっちゃ最高、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ちょっといろいろと頑張らないとですね。寝てるか？寝てるよ。ご飯もめっちゃ食べてるよ。本当に。でも最近は、規則正しくしたくって、なんかご飯とかも、多分前よりも全然ラーメン食べてないよ。ラーメン好きだけど、本当に、もう画面見ながら、もうよだれ垂らして、うわー、いいなーって思うけど、あんま食べてない。この間ご褒美でラーメン食べたぐらい。本当に。そもそもあんまり外食もそんなしてない。なんかラーメンの動画を一回見てしまったら関連にラーメンばっかり出てきちゃって、なんか自然ともうラーメンばっかり見てしまうようになって、で行きたいラーメン屋さんは増える一方そうちょっと我慢してる。何系か？二郎が食べたいけど、家系も食べたい。落ち着いたら食べに行こう。イケちゃんと、なんかイケちゃんあれ禁煙してるって言ってたからなんか禁止の麺と書いて禁煙、なんか麺禁止してるんすみたいな感じだったからいつまでしてるか分かんないけど、ありがとう。いけちゃん、そう、免疫にしそうなんですよ。パスタもうどんも、そうなのかな。いや、ラーメンが禁止なだけなのかな、わかんないけどうん、マイキューできなさそう。でもうどんとかも好きだからな、むずいかもしんないストレスたまりそう。ストレスがないのが一番ですよありがとう。でもお腹が空いたら寝たらいいと思います。
なんか、ね、寝たら、お腹空いたとか考えないじゃないですか。だから、お腹が空きそうだったら寝たらいいと思います。確かになんかお腹が空いて眠れない時もあるけど、なんか、好きそうだったら寝る。ありがとう。すいて目が覚めないか、それはないな。睡眠欲が勝つから。マイキュー歌唱力何歌うの？マイキューさー、なんかあんまり歌に触れてこなかった人生なんですよ。でなんかこの歌歌おうとかいうのもなかったし、今までだから知らない歌がいっぱいあるんですよ本当に。なんかアイドルじゃなくってアイドル系じゃない歌とかで全然知らない曲がいっぱいあって、でなんかいつも歌唱力でリストをもらうんですよ。なんかこう歌唱力歌リストみたいなもらっていっぱいバーって書いてあるんですけど、結構なこう選曲できるぐらいのもいっぱいあるんですよ。でなんかどれがいいかなと思うんですけど、名前から見てもこの曲あーこうだな、あーこの曲簡単かな、歌いやすいかなとか、そういうのも一個もわからんくて、でなんか本当に決められなくって、リストを見たんですけどちょっとまだ全然決めてなくって、知らない曲いっぱいなのよ。新しい曲ちょいちょい入ってたかな、でもいっぱいではないかも。確かに、なんかボイトレの先生に聞きに行こうかなって思いました。なんか私の声質とかに合う曲、どれ、こんな中から何曲か教えてくださいとか、いっぱい聞いた方が良さそう。いつも調べてるの、今まで歌ってたのは、まあ、でも知ってた曲とかも多いかな。とか、聞いてみて決めたりとかしてたけど、難しい。自分に合ってると思う曲でもなんかゆっくりな曲がいいかな。私あのリズムが速い曲はすごく苦手なんですよ。なんかあのあと難しいリズムの曲とかすごい苦手なんで、なんかゆっくりな感じの曲がいいなと。X 好きなのに、いやまあそうですよね。弱虫キムシ、なんかさ、私そう沖前公園で弱虫キムシ歌ったんですけど、前にセットマイクで歌ってた夜風の仕業もなんですけど、なんかユキリンさんの曲なんかめちゃくちゃですけど、自分の声的になんかすごいあのもう歌いやすくって、自分がね、そうなんか合ってる気がするんですよ。あの本当にすみません、こんなこと言ってしまって、そうなんかそう好きなんですよね。卒業しちゃいましたね、昨日だったっけ卒業公演ね。そうだよね、カラオケ歌っていいよ、いつでも歌うよ。なんでも
愛の重さが入ったら嬉しいな。ありがとう。気にしすぎない方がいい。そうですよね。まあでも歌唱力は48グループ以外の楽曲なので、基本てかアイドル以外の楽曲なので、そうですね。毛虫聞きたい。毛虫入ってるんですかね、弱虫毛虫。ちょっと待って。入ってるわ。ありがとうだよ。え、ちょっとごめんごめんごめん。え？どこだ？あ、アルフォートさん。ごめん。歌の見よった。ありがとう、またわ。金ピカ、ちょっとタワーのお礼が全然できてない。ごめんね。ありがとう。ありがとう、またわ。インスタのはアーカイブに、アーカイブっていうかハイライトみたいなやつでした。やり方がわからんくてめっちゃ調べながらやったわ。ちょっと待って、今何分なの ?39分。39分。ちょっとなら歌えそうよね。あー、どこだ？私のイヤホン全然使わんけんさ。あった。よいしょ。ヘッドホン、え、ヘッドホンで歌えるのかな。ヘッドホンで歌ってたらなんかちょっとあんまない光景だけど、ヘッドホンで歌えるのかな、分からん、やったことない。イヤホン、マイクついてんのかな。でもこれ、あの、あれもできるんだよ。あー、聞こえますか。なんかヘッドホンで歌ってたらなんか、こういう感じ。こういう感じじゃない？聞こえる、あ、聞こえるんだ。こ、あの、声質じゃないや。なんか、あれ変わりましたか？そこつけただけで繋がるのすごくない？だからめっちゃいい。どう？あ、あ、あ、ちょっとさ、なんか、あれしてみよう。オーバーチャー流してみるわ。オーバーチャー、どこ？ちょっと待って。オーバーチャー、あった。
何のマイクで、ね、どこにあるんだろうね。全然わかんないね。遅れて聞こえる。これちょっとね、遅れますね。ラグがすごいや。喋ってからの、こうなんか、あれみたい。ドームで反響あるみたいな。自分が喋って、こうなんか遅れて聞こえてきて、なんか、広いコンサート会場でやってるような感覚になったわ。歌いづらいわ、これは。若干遅れるね。これは厳しいです。弱虫歌ってみる。うわ、なんかちょっと痛いだ、腰が痛かった。よいしょ。ここにいる。
沖合公園思い出します？そうですね。この後に沖ちゃんが来て、僕だけのバリューが始まるの。ャーン、じゃーん、じゃん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 
はい。でででででで、はい。バリュー。ちょ、沖前公園やってるわ。一人で。で、僕だけの。バリュー。あった。4分23秒。
僕だけのバリュー僕だけのバリューでした。なんかありがとう。いい時間になった。これは53分だもう終わっちゃうね。大好きになった。超いい曲。この曲を踊るさ、ユイリーさんがめっちゃ好きでさ、本当に何回も何回も見た。マジで好きなんだよね。なんか表現の仕方っていうか、なんかダンスもだし表情もだし、なんか全部が本当に一個もなんか隙がなくって、マジでなんかユイリーさんだけの表現みたいなのがあって、こりゃ誰にも出せんオーラやみたいな。もうなめっちゃ見た。マジで可愛いし可愛い。そうなの。ユイリーさんかわいいユイリーさん、なんかの曲でユイリーさんのに映ってる曲があって、あったの。私あれも好きなの。永遠より続くように、入ってないんだけど、お決まり公演には。あれも、あれもめっちゃユイリーさんの踊り方ずっと見てた。あれはいいですね。マジで、あれは何回もめっちゃ見た。もう、ずっと見て、かわいい。この踊り方、もう、好きってなって、めっちゃ見てた。もうユイリーが好き。そう、ユイリーさんが好き。可愛いよね。本当に可愛いよね。話したいけどもう話し方忘れました。どうやって話してたか覚えてない。覚えてない。痛いですね。じゃあ、ありがとう。お久しぶりですって。いや、会う時があったらいいんですけどね。会いたいな。握手しに行けばいい。でも握手会始まって、そうだよね。なんかさ、AKB さんそうだよね。握手会。そっか、行けばいいのか。私も、握手したかったら、握手のレッスンに並べばいいのか。そうだよな。そうだ。本当にそうですね。並べって言われた。はいはいはい。ユイリーちゃんのレッスンは最高ですよって。なのに、私もレッスンもらいたい。レッスンもらいたくなってきたわ。58分だよって言われた。誕生日ます。カズピースさん。ちょっと待って。マクアラモンさん、福ちゃん丸さん、ゴールドシップさん、
きなぺこさん、東京のスワンさん、アルフォートさん、シーサーさん、福太郎さん、50代独身さん、ピロミンさん、あ、なんか生まった、ピロミンさん、トールさん、熊根ママさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク後半、え、あと1日？そうなの？待って、今日は、あ、じゃあ、明日は木曜日です。え？待って、金曜日は何なの？平日じゃないの？おやすみなさい。おやすみー。また明日ー。祝日だ。はマジか。おやすみ。そっか。おやすみ。じゃあ、あと一日頑張ろう。おやおや。またね、またね。